大正時代の佐多北町の様子を撮影した大変珍しい記録です。このフィルムは古い土蔵の中から発見され、80数年の眠りから覚めてここに蘇りました。消失した漫才座、当時の消防団の演習、芸妓衆の基礎踊り、小学校の運動会などが収められています。明治中頃の坂下田時代にモラ狂言が盛んになったことがありました。間もなくして明治22年に漫才座が落成しました。それからはさまざまな出し物が打たれ、各方面から多くの人々が訪れました。地域の娯楽の殿堂として好評を博した漫才座は、大正7年までに3度もの大改築をして評判を呼び、次々と興行を続けました。また漫才座は多目的な会場として様々に活用されてきました。しかし昭和41年早朝、不審火により焼け落ちてしまいました。消防組は明治23年に5部編成として発足し、大正10年ガソリンポンプを導入してから7部編成となりました。消防組の名称も時代の流れとともに変わり、昭和44年には消防組を解消して警防団となり、昭和22年10月に消防団となって現在に至っています。歴代の消防組の組頭は曽我富三郎、曽我文蔵、吉村彦太郎、曽我茂、曽我雄一、古谷六兵衛の皆さん方で、消防用自動車が導入されたのは昭和11年でした。静野発電所の開発については、地域の了解を取るまでには様々な難問題が山積し、その中でも最も反対の声が強く出されたのは、周辺の自然の景観を守ろうとする人々の声でした。この問題に関して、ついには当時の長野県知事の説得に始まり、大同電力側の建設計画も環境に配慮した対策が取られ、福沢桃介社長自ら現地入りして綿密に調査し決定したと記されています。大覚橋は当時上流の足立村にあった有名な吊り橋が古くなり、静野発電所工事の資材運搬路として使用できないことから、坂下駅に近い場所に架橋されました。大覚橋名称の由来は、元帝室林野局長官であった南部三臣氏の紋所にちなんで命名されています。大正中頃の坂下の新町あたりには芸者置屋があり、芸者衆も数多く大同電力の静野発電所工事と養蚕景気が相まって、坂下の町は大変景気が良く、当時の新町は下流界芸者街と言われるほどで、料理屋が軒を連ねて毎日毎日大入りが続いたそうです。財力豊かな有志たちが当時としては画期的な映画作りを思い立ったのも、こうした背景に支えられていることが伺えます。